特別その何か人より優れた能力があるとは全く思えないんで、特別に成功するなんてもう全く考えられなかったので、まあ洋服が好きで好きでたまらなかったっていう、よくお客様からもあお店に立ってはるんですねっていう話をしていただくんですけど、あまりその特にこう現場主義とかそういう思いすらないんですよ。店に立つ立って接客するのがまあそれが普通っていう思ってますけどね。グジさんってブラウンとかグリーンを結構たくさん取り揃えてるイメージがあって、でまさに田野さんもそういう色とかを結構実際自分で着てらっしゃるんですよ。もう好みドンピシャみたいな。もともと2006年 の, あの3月にあの京都で始まったのがグジなんですね。コンセプトとしてはイタリアのトラッドをベースにはしてるんですけど、まあ、そこにこうプラスイタリアらしい色ツヤをつけましょうと、あとプラスちょっとこうモードのエッセンスを加えましょう、クラシコモーダっていう。グリーン・ブラウン、グリーン・ブラウン、I love the style of Tano. I love the person. He's very his guy, person. And I love his style. Very a few pieces, very special. I love also Osaka. I love the open space. Molto chic. I like the salotto. No, like the.Old tailor, old tailor, old sartoria, old sartoria, and I love this atmosphere. I love the atmosphere is very important, most important atmosphere. 僕が思う田野さんはやっぱりカジュアルないい男じゃなくて、ジャケットが似合ういい男っていう感じがします。ジャケットとか田野さんのスタイル見ちゃいますね。ああすごい素敵なスタイルされてるなって、あ好みの色着てるなみたいなの。その人の顔つきだったり髪型だったり、ファッションって全部トータルバランスを含めてのプレゼンテーションだと思うので、ジャケットもなんかいい素材のジャケットを着て、中にタートルネックを着て、まあ、オーソドックスなスタイルっていうんですけど、それがすごく非常に似合うんじゃないかなと思うんですよ。その辺が田野さん自分がすごくよく似合うものをですね着てらっしゃるので、いつもかっこいいですよね。無理でしょ。まあ、僕は中流家庭というか普通のサラリーマンの子供で、当時こう DC ブランドがすごく流行ってて、あの母親にちょっとこれもあんな欲しいねんけどっていう話をしたんですけど、そんな高いのあかんみたいな感じで、こうただまあやっぱり親もちょっと不憫に思ったのか、セールの時とか買いに連れてってもらって、あの嬉しかった思い出がありますね。大学に入った時も洋服が好きでバイトして洋服買ってっていうのを繰り返してましたね。まあ当時行けてたショップっていうのがやっぱりシップスとビームスなんですね。でそこでちょっとバイトしたいなと思って、でシップスに入って、で当時からそのアルバイト代をすごく貯めて、例えばウエストンとかオールデンとか買ってたので、当時は非常にこうシップスにお世話になってましたし、シップスのことが好きでしたし、会社での中で絶対こう偉くなってやろうと思ってコツコツとこう頑張ってたことが、まあ、独立してもプラスになってたっていうことを考えると、やっぱりこう毎日毎日頑張らなあかんなっていう、まあ、それなりにこう独立に向けて準備ができてたんでしょうね。まあ、いつかで東京に自分の店持つぞっていう強い思いを持って京都に帰ったんですよ、ね。はい、だからもうこの2017年か9月にお店ができたことっていうのはね、人に感慨深いですね。はい、でグジがテニスがあってっていう、まあグジの全部が見れますよ。あとはそのジャケットにおいてこのネップの、あとインコテックスのパンツでいうとグレンチェックとかハウンドトゥースとか、まあ、流れというか傾向に関しては、まあ、英国調が継続していってたりとか、最初はバーニーズニューヨークというあのセレクトショップに行って、でその後転職してグジに来たんですけれど、最初はもうお客さん来ないし暇だししんどいしみたいな大丈夫かなみたいな。ただまあ不思議と後悔はなくて、なんか楽しかったですね。なんか
いつか絶対見てろよみたいな根拠のないと、まあ、会社もおかげさまでちょっと人数も多くなってきたので、大手さんに追いつけ追い越せっていうよりかはもう大手さんのこう季節を叩けるような存在になって、いつか肩を並べられるような、で業界全体がこう盛り上げられるような存在になれればいいなというふうな意識に変わりましたね。業界全体が盛り上がらないことには僕たちの、その、ね、会社の発展もない。買い物ってもうあのいろいろある娯楽の中の、はい、もう一番の娯楽だと思ってるんですよね。すごくこう人生におけるその楽しみの、まあ、一つではなくて一番の楽しみは僕買い物やと思ってるんですよね。やっぱりその日常でね、いろんな、まあ、いいことも悪いこともあると思うんですけど、やっぱその買い物ってすごくこう楽しいもんですよっていうところをやっぱりその伝えれるようなお店でありたいなっていうふうに思いますね。